真っ暗魔王。そんなんやったかな。こんなんそんな感じやったね。さあ、もうラジオではありえないコーナーだと思いますけども、とにかくハガキ一枚で僕たちを笑わせてくれというコーナーです。もうだからもう全然知らん人の方が多いんじゃ、真っ昼魔王っていうね、そうそう、お昼に。そうそう。あれ何チャンネルでしたっけ？どこか忘れたけど、テレ朝で。テレ朝やな。お昼12時から真っ昼魔王っていうのをやってたんですけど、それの真っ暗魔王と、もうどんどんこれ、めちゃくちゃ来てたんですけど、もうわからないですよ。あ、こんなんやったんかなと思って、もう、ちょっとわからないです。ので、もうまずこれから、もうこれも僕もどう、一応選びましたけど、ちょっと。ノールールやからね。はい。ちょっと待ってくださいね、これは。福岡市ペンネームパルスからいただきました。はい。わかんないんですよ。わからんななんか、なんやろ。もう。食べれるんちゃうかなっていう。なんか食べれる。美味しそう。うん。なんかの、みりん、醤油、ごま。なんかお酒のあて、みたいな、うん、もうよくわからないんですけど。あ、ちょっとかじってんねや。ちょっとかじってはるんですよ。こうやって。はい、ちょっと一口かじったよ、みたいな。はがきの裏に、ちょっと、まあ、あ、バイトさんがこれ捨てようとしたんですか。そりゃそうですよね、こんなの。こんなはがきなんやねんっていう。まあ、これコーナーなんで。よう、届いたわ。届きましたね。ギリギリ届きましたけども。まあ、ルールなしやからね。はい。じゃあ、そうですね。わー、これちょっと後にしようか。これも後にしようかね。東京都、電光石火、からいただきました。こちら。今は懐かしい。うわ、懐かしい。はい。一生陰菌ハゲメガネって書いてありますけども、写真入りで。ほんま、もう最悪なニックネームやな。もう、すごいですよ。すごいね。まあ、角堂さんの写真がね。そうそうそう。角堂 D の写真が載ってあるんですけど。やっぱキャラクターとしては、はい、ずば抜けてるよね。そうですね。うん。まあ、もう、金玉にバイキン入った。バイキン D ですからね。摂津市ペンネームやっつけがいただきました。これ非常に好きです。よーく見てください。うん、はい。若っかりし日の。若かりし日の金獅子師匠ですけど、金獅子師匠の写真が貼ってあるだけなんですけども、なかなか金獅子師匠瞬き多いですので、こうでしっかり目開いてる状態っていうのがなかなか、ね、あれなんですけども、こう、こう目もね、パタ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 させあるんですけど。若いなぁ。まあこんなんも行ってみましょうか。もうこれまあもう、千葉県のですね、元ぬかるみんからいただきました、うん、タイトルは今週の自撮りという、非常にまあまあこうタイトルは非常にいいんですけども、うん、これはね写真で申し訳ないんですけど、あのね、自分の字を取ってはるの、自分で。で、自撮りって言って、なかなかセンスはいいんですけど。字違い。はい。だんだんこう字が良くなっていってるのか、それでも出てきてんのかな、なんか。うわぁ、もう、ほや。ほら。うわ、辛いなぁ、字って。いや、ほんまにね、大変なの。自分の体こんなんなったらちょっと、へこむわ。そうやで。でもそういう人多いねんで、意外と。うわぁ、こう、日曜日の俺、最悪やな。ビューン出てる。すごい。日曜、月曜、火曜。でも日曜日、だから出てびっくりしたんでしょうね。いろいろこう、座薬入れたり、塗ったりしながら。ちょっとでも、通り越してエロいよね。なんか、通り越してるよね。ちょっとひどすぎて。
子だからこんなに出てしまったから、水曜日だいぶもうようなってるんですけど日月間水でようなってるんですけど、もう戻りきらんやつは良さが際立ってないよね、うん、でも自撮りというタイトルにちょっとだけセンスがありますけども、でまあまあこういうのも宮城県、札田和弘、これはもうはがきなんで、前略19歳の時から11年間毎週必ず録音もしながら聞いています。一つのきっかけとして初めてはがきを書いてみました。はがきって値段が高いんですね。これからも聞き続けます。ただいま転職中いや、真っ暗魔王、真っ暗魔王の係へって書いてあるまあこういうのも混じってるよという ね、これがもう真っ暗魔王ですけども、宇治市岡田純次からいただきました福島県、鮭コーンビーフからいただきました前回の笑福で鶴瓶鶴瓶さんが重くそ笑っているお写真です。これ当時こんな説明もあんませんかったよね。そうなんです、ほんまに笑ってるだけやったもんね。ただただ笑ってるだけやったんですけど、これもね、岐阜県ペンネームグッドファーザーからいただきました。なんかね、よう見たらおもろなってくるんですよね腹立つな腹立つ、これはあとはもうこのなんていうんですかね、まあとね、このコーナーなんとなし選んでみたらやたらと豚汁賞多いんですよしまったってちょっと思ったんですけど、箕面市豚汁賞でしょ、うん、豚汁賞っぽいな。坂田師匠の、坂田師匠の写真、箕面市豚汁師匠、騙されたら飽きまへんでっていう清師匠とヘレン氏。なんかこれ番組から分かってんのかな、そうか、あ、なんか箕面市豚汁師匠あれアントンがアントニオ猪木が、アントの顔がちょっと違うもうこのコーナーほんまリスナーね、ようわからんでしょほんまに、まあ、これ載せれないんですよね、ホームページとかにね、載せれないですよね。うーん、これもシュールですよ。市川市ペンネーム何件ですけども、なんのこっちゃないこれもね説明難しいんですけどうん、うまいね。うん、はがきの切って貼るとこに橋野恵美さんの一瞬あれ何やなと思って、何何何と思ったら切手のとこに橋野恵美さんの山梨県ペンネーム角刈りインプレッサーもうめっちゃ若い出川哲朗、たまに見る細いガリガリの、たまに番組で使われる昔のね、細い時の出川さん。山梨県、覆面ジュニア書いていただきました。もうこれもよう届いたなと思いますけど、うわー、ほんまや、当たったん。ガリガリ君一本当たりの当たりの棒、当たり付きの棒そしてもうこれ最後にしましょうね、こういう意味不明のコーナーになってますから岡山県ペンネーム足軽からいただきました。こんなあるんですよあるある、これね、愛した人はバツイチという一曲だけ出した、ええ、もう私たちと清水美智子さんが出した CD、 うーん、あれだからまだこんなあのほらな、シングル CD っていうかあの長いやつ、うーん、長いやつで出したんですよ。うーん、悪いことしたなあれは。なんとも言えん気持ちになるね、当時のことを思い出したら出版かい出版、うん、まあ、結構紹介しましたけど、これどうしましょう。なんならもう今週の自撮りだけホームページに載したろうか。お尻の字の。どれが一番真っ暗魔王かって言ったらやっぱこれ自撮りやで。センスはちょっと感じるんですけどね。でもこれ載せれないですよね、この字のやつは。うん、まあ、どれやろう、なんかこれなんか決めてるんでしたっけ、これ、ま、なんか対象みたいな。何も。何にもない。おお、橋野恵美さんも
いや、この人面白いけどね。ああ、これも好きやな。あ、ザ漫才。ザ漫才の腹立つやつ。ザ漫才のセットの中にナイティグループ B99 って書いてあるんですけど、全然顔がちょっと違うんですよ。うん。もうこれでも面白いんですけど。まあまあ何個かね。読まれた方どうしましょう。なんか あげときますか。あ、おかみんと差し上げときましょう。はい。ようこんなコーナーやってましたね。ありがとうございました。説明大変面白かったです。